無理はしないよ。この前はごめんにゃ。あのさ、いい店知ってんだけど、夜になったら飲みに行かないか？この前のお詫びと言っちゃなんだが、おごるぞ。おすすめのやつ2つ頼む。私お酒初めてなんでちょっと緊張しています。俺は初めて飲むときワクワクしたけどな。それよりこの前は悪かったな。私こそ痛かったですよね。あれは当然の報いだよ。どうしてあんなこと。やっぱりその確かめたかったんだ。お尻に繋ぐと三角形になるほくろがあるか。頼む。何も聞かず答えてほしい。あるのか？はい。そっか。乾杯。おいしい。大丈夫か？はい。いや、なんでもない。初めて感じた熱い雫。グラスには何もなくなったけど、
胸の中はもういっぱい。初めてお酒を飲んだ気持ちを表現してみました。これ頼む。剣士様は飲まないんですか？俺はいいんだ。遠慮しないで飲んでくれよ。はい。あれはどんな酒だ？味ですね。聞いてないみたいだが。今のは。でも、酔うといけないので、この辺で。おいおいおい、話が違うぞ。もう飲まないって言ってっから、次はねえだろ。任せる。頼んだろ。アイスティーってなんだよ。ジュースみたいですね。
さあ。ありがとうございます。でも飲まないのか。私ばかり飲んで、剣士様は全然飲んでないから。もしかして。もしかしてこの前のことで気を使ってるのですか。だから自分は飲まずに私にばかり。え？この前のことならもう気にしてません。ですから剣士様も飲んでください。はい、どうぞ。はい。わかった。飲むよ。剣士様？この前お酒を飲みに行ったのはデートに入りませんよね。やっぱり。あ？なんでもないです。デートだったらよかったのか。
なんでそんなこと聞くんだ。もしかしてデートだったのかなって。だから？デートだったら初デートになるから、その、デートじゃなくてよかったと。アリシア、デートしようか。え？ダメか？ダメじゃないです。じゃ、決まりだな。まずはランバルト神殿にでも行こうか。剣士様、なんだかすごく嬉しそう。アリシアと神殿に行けるからな。私と？面白いものでも見つけたのか？神聖文字です。神が人に与えた最初の言葉と言われる。そう言ったって読めなきゃ落書きと同じだよ。蛇を封ずるは食材の神殿、法有が御霊ここにあり。読めるのか？ええ、大体は。
家にあった書物で。私なんか全然ダメですよ。謙虚も何も私は至らぬところが多々あるので、女性の鏡というには程遠いです。すみません、デート中に剣士様以外の方と。はあ、なんで謝るんだ。俺は別に構わないぞ。話したいことがあったら話せばいいじゃないか。はあ、もう他の方と話し込んだりしないので、そんなに冷たくしないでください。真実の泉、行こうか。はい。真実の泉って言っても自分の顔が映るだけなんだよな、俺の場合。それはそうですよ。剣士様の姿に偽りはないのですから。アリシアはどうかな。覗き込むと実は。もうひどいですね、剣士様ったら。私の姿が映ってますよ。この泉、インチキなんじゃねえの。ひどい。剣士様は私が化けてるって思いたいんですか。いや、そんなことはないぞ、決して。本当に。ああ、ただここで正体バレたやつって見たことねえから、泉の効果には半信半疑だけどな。確かにそうですね。なんてったって真実の俺はもっとかっこいいはずだからな。そうですよね。でもそれは剣士様のかっこよさが内面からあふれるものだからですよ。真実の泉といっても映し出せるのは見た目だけですから。真実を映し出す泉、どうしてあなたは真実を見せてくれるの。どうして真実を映し出すの。
真実を知らない怖さをなくしたいの？そうだとしたら、私にその力は必要ない。たとえ好きな人の言葉が真実を語ってなくても、私は偽りごとその人の言葉と受け止める。それが私の中での真実なのだから。どうでしょう？そういうの嫌いじゃないよ。嬉しい。剣士様に初めてポエムを褒められた。前にも褒めただろう、ハンターになった時。あの時は標語って言われました。剣士様、次はどこに連れてってくれるんですか？そうだな。私はどこでもいいですよ。剣士様と行けるのなら。ずいぶん嬉しそうに言うな。だって剣士様との初デートですもの。アリシャ、デートしようか。もうしてますけど。いや、これからが本当のデートだ。この前の店行こうぜ。
Thank you.
We'll be right back.
またかよ。ボランティア？おいおい、俺はハンターだぜ。なんでボランティアなんか。で、何をやらってんだ？Hey, hey.